皆さんこんにちは、シーカフェへようこそ。今回は沖縄旅行で食べたおすすめグルメをご紹介します。まずはじめにご紹介するのはステーキハウス88。こちらは沖縄の老舗ステーキハウスです。人気のテンダーロインステーキを筆頭に種類豊富なステーキがあります。ステーキを注文するとスープ、サラダ、ライスやトーストがセットでついてきてボリューム満点です。ライスかパンを選べましたが、ガーリックパンにしました。そしておすすめの焼き加減はミディアムレアだったので、ミディアムレアでお願いしました。お肉はとっても柔らかいです。沖縄では有名なステーキソースをつけていただきます。お肉は肉汁もあって、お肉の旨味が口の中に広がり、食べたら止まりません。こちらのガーリックトーストもたっぷりガーリックが塗られていて、ますます食欲そそられます。ステーキハウス88は沖縄に8店舗あります。ぜひ沖縄の大人気ステーキを食べて沖縄の味を満喫してください。次にご紹介するのはサーターアンダギー専門店リュウグウ。ここには様々な味のサーターアンダギーがあります。プレーンや黒糖味以外にも黒ごまやココナッツ、シナモンなど他ではなかなか見ない味がたくさんあって、お土産としても嬉しいサイズで販売されてあります。こちらも大人数へのお土産として大人気だそうです。もちろんその場でいただくこともできます。沖縄でリピート率ナンバーワンの黒ごまきなこ、外はサクサクで中は柔らかい生地、黒ごまきなこの和の味をしっかり楽しむことができて、今までに食べたことのない新しいサーターアンダギーでした。お土産としてもおすすめです。次にご紹介するのは国際通り内にある沖縄料理が楽しめるお店チヌマン。沖縄ならではの料理がたくさんあり、このお店だけで沖縄を十分に満喫することができます。ドリンクももちろん沖縄ならでは、南国気分を味わえるトロピカルカクテルや泡盛など種類豊富です。ゴーヤチャンプルにこちらはヒージャー刺し、臭みはなくコリコリした感じで癖になります。こちらはグルクンの唐揚げ、沖縄の県魚にも指定されているグルクン、身がプリプリです。海ぶどうももちろんあります。このプチプチが癖になり、沖縄に来たらつい食べたくなります。そしてこちらの紅芋コロッケはもう一回注文したくなるほど好きな味でした。ほんのりの甘さが良くてペロッと完食してしまいます。もずくのかき揚げは珍しいメニューですが、食べてみるともずくの粘り気とカリッと揚げられた食感が新しかったです。そしてここチヌマンの魅力は、島唄を無料で聴きながら沖縄料理を楽しむことができること。お客さんの聴きたい曲を歌ってくれて最高の思い出になること間違いなしです。ぜひ沖縄の夜はここチヌマンで沖縄を存分に味わってみてください。アメリカ生まれ沖縄育ちのアイスクリーム専門店ブルーシール。こちらも沖縄に来たら食べておきたいアイスクリームです。コクがしっかりあって口どけはさっぱりなのが特徴。チンスコ味やシークワーサーなど魅力的なフレーバーがたくさんあります。冷たいものが食べたくなったらブルーシールで涼しんでみてください。次にご紹介するのは那覇市にあるモーニングブランチが楽しめるカフェベターガール。朝からおしゃれな空間で腹ごしらえをして一日を始めたい方におすすめです。メニューは海外のカフェで出てくるようなモーニングプレートの種類が豊富です。
店内は1階と2階があり、ご覧の通り開放感あふれたインテリアの素敵な空間。オープンと同時に入店しましたが、その15分後にはお客さんで満席の状態でした。2階のカウンター席で朝食をいただきます。モーニングプレートと一緒にドリップコーヒーも注文しました。こちらが今回注文したモーニングプレート。朝からボリューム満点のプレートをいただいてエネルギーをチャージします。卵の上にはベーコンとゴルゴンゾーラが乗っています。シンプルな組み合わせですが、まろやかな卵の黄身とカリカリに焼かれたベーコンの相性は抜群です。この他にも美味しそうなプレートがたくさんありました。朝は8時からのオープンです。駐車場はありませんが、近くにコインパーキングがあるのでご利用ください。国際通りからも徒歩で行ける距離にあります。沖縄旅行中に美味しい朝ごはんを味わいながらその日のプランを考えてみるのもいいかもしれません。ぜひ行ってみてください。次にご紹介するのは那覇市にある地元の人もよく通うパン屋さん、パンドマイン。食パンやサンドイッチ、クロワッサンからデニッシュ、惣菜系パンからハードパンまで、さまざまなパンが勢ぞろいです。沖縄のセラードコーヒーも販売していました。ナッツのたっぷり入ったデニッシュパンとラタトゥーが乗ったタルティーヌ、軽く腹ごしらえをしたい時におすすめです。近くのホテルなど利用される方がいたらぜひ行ってみてほしいパン屋さんです。最近話題の観光名所、海かじテラス。こちらで夜ご飯をいただきました。最初に訪れたのはガーリックシュリンプ専門店バイザシュリンプ。シュリンプの身は弾ける感じでプリプリ、旨味もありパンチのある味でご飯が進みます。そして沖縄そばのお店カプリシャス食堂、こちらでは様々な種類の沖縄そばを堪能することができます。なかなか珍しい沖縄そばがたくさんあり、選ぶのも楽しいです。出汁の味が優しくあっさりしたタイプで麺は食べ応え抜群です。スコーンやシフォンケーキのお店もありました。日中は青い海も綺麗に見えるので、スイーツを片手に沖縄の海を眺めるのもおすすめです。いかがだったでしょうか。今回は沖縄旅行で行ったおすすめしたいお店をご紹介してきました。沖縄は海以外にも美味しいグルメで楽しむことができます。ぜひ沖縄でしかいただくことのできないグルメを堪能して旅の思い出にしてみてください。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。